BraveはBraveソフトウェアによって開発されているウェブブラウザである。Chromium をベースとしており、Windows、MacOS、Linux、iOS、Android 版が存在し、オープンソースで開発されている。広告ブロック機能を標準装備し、ブロックした広告の代わりに、Braveが別の広告を挿入し、その収益をウェブサイト、Brave、広告代理店、ユーザーの4社に分配するという得意なビジネスモデルを持つ。広告をブロックすることによって高いパフォーマンスを実現できることも売りにしている。Braveは新しいビジネスモデルを構築しようとしている。Braveはデフォルトで広告をブロックし、その代わりに控えめな広告を配信している。Braveの配信する広告は配信されるウェブコンテンツとは別に通知または背景画像として新しいタブに表示される。また、それらを表示するかどうかはユーザー自身が決めることができ、表示を選択した場合は広告料の 70% がユーザーに分配される。日常的に使用する一般的なユーザーの場合、1ヶ月に約$5相当のバット収入が期待できるとしている。なお、Braveの配信する広告を受け取る頻度もユーザー自身が調整できる。ウェブサイトが分配を受けるためには、Braveプロジェクトに参加する必要があり、審査を受けなければならない。Braveはすべての広告をブロックするわけではなく、トラッキングを行わず、パブリッシャーのデータのみを使用する広告はそのまま表示される。Braveが挿入する広告は、ブラウザのパフォーマンスに大きく影響せず、個人データを使うターゲティングも行わないものに限られる。また、ユーザーがウェブサイトに対して寄付を行うシステムもある。これらの決済には、Braveペイメントという匿名のシステムが利用される。このビジネスモデルが成り立つためには、1000万人から1500万人ほどのBraveのユーザーがいなければならないと考えられている。2020年11月時点での月間アクティブユーザー数は2050万人と交渉している。セキュリティ保護機能。主な機能は、Brave Shieldsはサイト別に手動で無効にすることができる。独自の同期機能があり、Braveブラウザに保存したブックマークやパスワードなどを複数の PC やスマートフォン間で同期できる。同期データはブラウザ側で暗号化されてからBraveの同期サーバーに保存される。同期用のパスフレーズを入力あるいは QR コードを読み取ることで新しい PC やスマートフォンを同期チェーンに参加させることができる。必要であれば、いつでも同期チェーンから離脱することで同期を無効にでき、サーバー上の同期データも削除される。Braveでは、プライベートブラウジングモード時に検索履歴を保存しない検索エンジンのDuckDuckGoを使用することで、プライバシー性を高めている。オプションで内蔵のTorを利用することで、自身の接続経路を秘匿することができる。Chromium ベースの利点として、Google Chrome 向けの拡張機能を利用できる。2015年、JavaScript の開発者として知られるブレンダン・アイクが、Braveソフトウェアを設立し、Braveの開発を始めた。2016年2月には、iOS 版と Android 版がリリースされた。Braveソフトウェアは、2016年8月に、シードラウンドで$450万を調達した。2017年6月には、イニシャルコインオファリングによって、わずか30秒の間に$3500万を調達した。この額は、ICOによる資金調達としては2017年6月時点で過去最高額であった。StatCounter及びNet Marketshareによると、2017年1月から11月の上位10ブラウザの世界シェア合算値は 98% を超える。しかしBraveは、ランクインしておらず、シェア 0.3% 未満のアンノーンに含まれているとみられる。2020年7月9日、Braveソフトウェアはビットフライヤーとの提携を発表。日本のBraveユーザーは、法規制の関係上、これまではバットではなく、ウェブサイトへの支援のみに使える、バットポイントのみを受け取れたが、この提携により、日本のユーザーもビットフライヤーの口座にて、直接バットを受け取れるようになった。2021年3月3日、オープン検索エンジンテイルキャットの買収を発表し、独自の検索エンジン、Brave Searchを展開していく方針を発表した。2021年6月22日に、Brave Searchのベータ版をリリースした。その得意なビジネスモデルには、否定的な声もある。2016年4月には十数社の新聞社が、ブレイブの広告システムを違法行為だとする声明を発表した。ブレイブに協力しないことを表明している、ウェブパブリッシャーも存在する。一方、テッククランチの記事では、ウェブサイトに元からあった広告をブロックして、自らの広告は見せるというシステムを偽善と断じるのは簡単だとした上で、ブレイブは広告ブロッカーによって、ウェブサイトのビジネスが成り立たなくなることを防ごうとしているのであって、金儲けのためではないと擁護している。ただし、この手法でユーザーやパブリッシャーを満足させられるかどうかについては、否定的な意見を述べている。アドレスバーでの検索時に、いくつかの URL に対する自動保管機能で、初期状態で選択される URL にアフィリエイトコードが付加されたこと、及びそのことが明示されなかったことが問題となった。ただし、検索クエリへのアフィリエイトコードの追加は主要なウェブブラウザのすべてで行われている。一部の開発者は、トークンなし、広告ウェアなし、アフィリエイト広告リンクなしをモットーとしたブレイブを元にしたボールドブラウザーを立ち上げたが、開発は停滞している。ありがとうございます。